よいしょー、はい、後藤てるきです。湘南美容クリニックさんで、目の下のクマ取りをしたんですけども、その際、一つ、非常に、気になることがあったんですけども、はい、それは何かというと、貴重品ロッカーがなかったことなんです。手術する際に、なんですか、全裸になって手術服みたいなの着るんですよ。なんかポンチョみたいな、紙ポンチョみたいなの着て、紙パンツみたいなの履いて、もう全裸、ほぼ全裸でその紙ポンチョパンツみたいなの履いて、ダーってするわけですよ。で、その際さ、やっぱ財布とか、鍵とか、スマホとかもそういうの、貴重品は、なんか、どっかへ置かなきゃいけないんですけど、なんか、本当に、簡易的ななんか棚みたいな、普通の診察で置くような棚みたいなのに置くだけなんですよ。なんか、俺のイメージ的には、なんかこう、鍵付きロッカーがあったりとかの暗証番号ロッカーがあったりして、そこにしまってなんか腕かなんかにつけるみたいなイメージしてたんですけど、なんか腕かなんかつけるとなんかこう、心電図かな、よくわかんないけど、感電するとかそういうのあるみたいで、よくわかんないけど、とにかく、ロッカーがないわけですよ。聞いて、貴重品とか、すいません、どうしたらいいんですかみたいな。聞いたら、すいません、ちょっとこの、ロッカーにちょっと置いていただく、みたいな。ロッカーじゃなくて、なんか、ちょっと、カゴみたいなのあるんですよ。簡易的な、本当に簡易的なカゴを置くだけみたいな。それだけなんですよ。なんか、ロッカーとかそういうのないんですよ。全くないんですよ。な、付き添いの人とかいたらさ、持ってもらうとかあるかもしれないよ。でも、全くないわけですよ。僕は全くないから、僕いないわけです。一人行くわけですよ。で、どうしようみたいな。別にさ、湘南美容クリニックのね、お医者さんとかスタッフの方、看護師さんとかはね、なんか盗むとか、ないですよ。まず確実にないですけど、俺神経質なんで、で、なんか麻酔で、ね、寝てるわけでしょ。その間なんか俺無防備な状態が嫌なわけ。やっぱ気になっちゃうわけ。なんかやっぱそういうなんか、もう最悪なこと言うとさ、別になんかそのロッカーに入れてたとしても、多分おそらくそのマスターキーかなんかで、その湘南美容クリニックの責任者みたいな方、ね、開ければ、そのロッカー会社の人が、でもそうだし、湘南美容クリニックの責任者みたいな人が開ければ、マスターキーで開くんだとしても、やっぱなんつうの、この患者サイドとかはしては、ロッカー、鍵付きロッカーに入れたいっていうのはやっぱあるわけじゃんか。なんか、簡易的な箱に置いて、ポツンって置くのはちょっとやっぱ、心もとないわけ。わかるでしょ？それわかるでしょ？それはわかるでしょ？だって、手術されてる間さ、もう、鍵とかさ、財布とかスマホとかも、なんか、もろもろね、もろもろがもうポカンと置いてあるのと、全部その、鍵にし、なんか、ロッカーにしまったの全然違うわけ。俺ね、痔瘻の手術したんだけど、お尻のね、手術した時も麻酔とかして寝てなきゃいけないんだけど、その時も、それは鍵付きロッカーがあったの。でもその鍵付きロッカーってさ、もう簡単な鍵よ。だから、誰かが開けようとも開けられるんだろうけど、でもそこに入れとくと入れておかないで全然違うわけじゃんか。で、かといってなんか、これ身につけておくこともできないんだって。なんか旅行用のね、ポシェットとかあるじゃん。なんかこう、なんかパスポートとかなんか腹に入れておくポシェットあるじゃんか。そういう平たいね。ああいうのもダメですかって言ったらダメですって。まあ、それは当然なんだけど、だって脂肪を取るから、だからなんか、足首とか手首とかにリストバンドとか、そういうのダメかなと思って、やっぱもう、スポンポンでパーンみたいな感じだけど、ダメらしいの、やっぱ手術だから。だからもう、どうしようと思ったわけ。だって、簡易的なカゴに置くのが、もうちょっと俺神経質の俺としてはもう耐え難い。もうそれだけでちょっとね、心拍数上がっちゃう、俺多分。ドキドキしちゃう。見守ってくれる人いないから。もちろんね、盗むとかないですよ。ないですけど、俺の神経質だから、もうそれはもう、しょうがない。もう、病気だと考えて。だから、もう、どうしようか、もう、ぐるぐるって考えて、もう、ぐる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 って、もう、頭がいいさ、ぐるぐるって考えて、もう、ずっと考えて、なんか答えはないか、何か答えはないかって、ずっと考えて、ずーっと考えてた。俺はもう、ずっと、これどうしようって、この問題どうしよう。賭博目視録、カイジ並みにずっと考えて、カイジがね、沼パチンコ攻略するとき並みに考えて、ずっと考えて、ああで、俺、ひらめいたんです。何かというと、駅前とかにある、鍵付け、鍵のコインロッカーを使おうと思ったんです。コインロッカー。これ考えたでしょ？で、今、コインロッカー調べてみると、鍵じゃないんですよ。スイカ、現金かスイカで入れられるんですよ。で、スイカでピッてやって、まあ、現金でもいいんですけど、なんかこう、鍵じゃなくて、ピッてやる、なんかポッポッポッてやると、
スイカペッて開けられる。まあ、現金でもポポポって開けられる。まあ、ちょ、俺現金ではないから分かんないけど、スイカでできるんですよ。で、そのロッカーに入れて、例えばその、自分の貴重品をね、ロッカーに、駅前のロッカーに入れて、その、最低限必要なお金とか、まあ、スマホとか、そういうのだけ持って、なんつうの？湘南美容クリニックさんに行くと。そうすると、貴重品がもうほぼない状態。もちろんね、お金支払いとかあるから、最低限のお金はいくら払うとみたいな、ある程度計算して持っていく。あと、もし足りなかった場合に備えて、まあ、このぐらいの額だったら持って、ね、持っといた方がいいだろうぐらいの額を持って、行きました。はい。賢いでしょ？でも、神経質気にするなって話なんだけど、神経質気にした場合、そうやって、貴重品をロッカーに預けて、まあ、そんなこと言わないよ、誰にも。俺しか知らないんだから。で、まあ、なんか、ビーってね、なんかね、ロッカーやるとね、ビーって紙が出てくるの。このロッカー番号に入ってみます、みたいな。で、それをもうスマホでパシッと取ってさ、スマホはさ、自分じゃなきゃ開けられないから、鍵かかってるから。で、その紙は、処分して、なんか、俺そういうの好きなんだよ。俺そういうスパイ的な、スパイ以外じゃないけど、スパイとか、そういう、なんか、そういうの好きなんだから、俺、便利屋やってるぐらい、探偵とかね、スパイとか、そういうの俺好きなんだよ、CIA とか、そういう、ミッションインポッシブルじゃないけど、そういうの好きなんだよ。まあ、それで、これで、大丈夫だと思って、俺、落ち着いてね、できたわけです。なので、湘南美容クリニックさんでね、手術する場合は、ロック、鍵付けロッカーがないんですよ。もう鍵付けロッカー俺要望したいぐらいだけど、もしない場合は、近くの、そういうコインロッカーかなんかね、まあ預けられる人がいたらよ、付き添いで来てくれる人がいたら。それがない場合は、鍵付きロッカー、コインロッカーに貴重品入れて、さっとこう、ね、何食わぬ顔していくと、貴重品がもうない状態で手術なんで、そういった段取りで、手術されたら、よろしいのかなと僕は、ひらめいた、いや、実行しました。はい。もちろん何のあれもなく、はい。別に貴重品ね、持ってったからといってね、湘南美容クリニックさんでなんか間違いあるようなことはないですけれども、ね、俺はもう万が一をね、確実にね、潰していきたいタイプだから、万が一を確実に減らして潰して、成功確率をね、上げたいタイプ、安心を積み重ねたいタイプなんで、僕はそういう形をね、こんなこと初めて言いましたよ、こんな。ふうにしました。はい。何かの、参考になれば幸いです。今後ね、やるときにね。ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてね、湘南美容クリニックさんにね、僕の後藤輝樹のね、紹介で行ったら、5000円分のポイント、初めてね、行ったら5000円分のポイントつきますのでね、ぜひね、後藤輝樹から友達紹介来ましたって言ってください。言ってみてください。あ、後藤輝樹さんから来たんですか？あ、じゃあそれでは5000ポイントみたいな形になると思うんで、ブログとかで、ね、ツイッターとかね、僕のね、YouTube とかでね、僕の会員番号も書いてあるんで、わからなかったら僕に DM してもらえればと思います。僕にメールしてもらえば、僕の会員番号とかね、教えますんでね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、失礼いたします。後藤輝樹、愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。